お前確か空って言ったっけ？何やってんだこんなとこで。なんだ、後がピーナッツ食らったみたいな顔して。何か用か？おお、そうかそうか。ガキの自分から働こうなんて、なかなかいい心がけだな。何？そんなに家に入りたかったの？大丈夫。最初はみんな照れてそう言うな。さあ、ワコードよ。一緒に食い。みっちり鍛えてやる。みんな、よく聞け。今日はソラ君がこの新選組に体験入隊したいそうだ。体験入隊なんて制度そもそもねえだろう、学習塾じゃあるめえし。あれ、土方さん知らねえんですかい？ひょっとして体験してねえんじゃ。は？体験を無事終えると片栗粉缶バッジがもらえるんですぜ。単位のみんな持ってもさ。これを持ってないだ。あんたひょっとして潜りですかい？缶バッジに片栗粉まぶしただけじゃねえか。即席で作ってんじゃねえよ。とにかく午前中だけではあるが、ソラ君は新選組メンバーだ。みんないろいろと教えてやってくれ。おいおい、ちょっと待ってくれよ近藤さん。うちは遊びじゃねえんだ。体験入隊だかなんだか知らねえが、ガキがどうこうできるような仕事じゃねえだろ。まあまあいいじゃないですか、土方さん。空が入隊したいってんならさせてやりゃ。遊び気分だってんなら数刻も持たずに逃げ出すのがオチですからね。そうだぞトシ、年齢なんて関係ない。ソラ君だってこの江戸の町を守りたいという立派な志を持ってここへやってきたんだ。むしろそういう志を持った立派な若者を育てていくことも我々の仕事だろ。ち、わったよったく。どうなっても死ねえぞ。けど教えるったって誰が何を教えるんすか？新選組の仕事って言っても。ああ、そんなもん適当でいいやろ。山崎、お前ミントン得意だったな。それでも教えとけ。土方さん、あんたうちの仕事を何だと思ってるんで。せえな、てめえが言えた口か。大体こんなガキにうちの仕事が務まるわけねえんだ。そうだ土方さん、リリアン教えてあげましょう。それならうちの仕事にもぴったりじゃないですか。てめえがどういう姿勢で仕事に取り組んでるかよく分かったよ。おい近藤さん、あんたからも何か言ってやってくれ。ん？何か問題でもあるのか？大だらけだ。分かってないなトシ。ビビアンをバカにするやつはビビアンに泣くんだぞ。そうっすよね。俺も昔ビビアンをバカにしたばっかりにビビアンの逆鱗に触れたんですよね。知りやせんぜ、ビビアン来ても。バカバカしい。大体ビビアンってなんだよ。途中で話題変わってんだ。呼んだか？ビビアン！で、あ？うん？どうしたトシ？俺の顔に何かついてるかい？おやおさん、こいつは何の冗談だ？冗談だ？
俺は昔の懐かしい名で呼ばれたから来てみただけだぞ。そうさな、あれは数年前期間限定で一日だけビビアンになったことがある。理由は言えないが、あんな。そうです、そんな大事なこと忘れるなんて土方さん副長失格ですぜ。もういい、頭痛くなってきやがった。てめえら勝手にやってろ。それよりとっつぁん、こいつに新選組体験をさせたいんだが、いいよな。あん、なんだこのガキは。ほら、記憶喪失とかでうちに連れてこられた子供だよ。こいつがどうしてもうちで働きたいって言うから。ふう、おう坊主、新選組で仕事するってことはどういうことか。もちろん覚悟できてるんだろうな。あん、おお、なかなか見込みのある返事するじゃねえか。まあ、しっかりやれよい。おい、てめえら、心して教えてやれよ。マス！立派だぞ、ソラ君。それでこそ、うちの大使にふさわしい。おお。巻き込まれてるだけかと思ったが、それなりに考えはあるってことか。ただ単に退路を断たれただけのようにも見えますけどね。さて、ソラ君の決意も聞けたし、次は誰が教えるか決めないとな。それじゃあソラ君、早速だが、ソラ君は誰の教えを請いたいんだ？それは心配することないよ。教えることになったら決めるから。アバウトな決め方だな、おい。そんなことはないぞ。うちは個性派揃いだからな。それぞれ得意な分野があるだろう。うちの仕事は何も一つのことだけを教え込むわけじゃないんだ。それぞれのいいところを教え込むことこそが新選組を知ることになるんじゃないか。そういうもんかね。さあ、ソラ君、選びなさい。お前は立派な隊員になれる。よし、今からみっちり教えてやる。黙って俺についてこい。これからお前には本当の男というものがどういうものか教えてやろう。行くぞ。でかい、お大さんに聞こえるじゃないか。こうやってこっそりと穴から覗き込んで、お大さんの生活の一部を知ることが大切なんだ。し
違う、断じて違う。俺は新選組としてお妙さんの生活を守ってるんだ。近藤だけにな。我々はいつ、いかなる状況にも対応できるよう常に心がけてなければならんからな。空くんもだいぶ慣れてきたということか。落ち着け、空くん。こんなのは日常茶飯事だ。まだバレたわけじゃない。おかしいわね。床下に何かいると思ったんだけど、ネズミだったのかしら。チューチュー。ほら、空くんも。やっぱりネズミだったのね。あら、でもなんだかヤギの声にも似てたわね。めーめー。ほら、いいえ違うわ、やっぱりあれよあれ、あのネズミね。え、なんじゃそら。って、あいつらって鳴き声あったっけ。仕方ない、ソラ君、適当になんか作って鳴いてみるんだ。ほらほら、早くしないとお妙さんにバレちまうぞ。嫌だ、気持ち悪い。虫の湧いたゴリラでもいるのかしら。このストーカー野郎、今日という今日は。あら、ソラちゃん。まったく、ダメじゃないの。こんなゴリラ野郎の言いなりになっちゃう。人間ここまで落ちたらおしまいよ。ちょっとソラ君、肯定するとこ間違ってねえか。あんたは黙らっしゃい。いい、ソラちゃん、こんなのにくっついてると将来ろくな大人になりませんよ。こんなのに関わっちゃダメ。すぐにお帰りなさいね。てめえもだよ。はい。なんか怒られちまったな。どうして人の気持ちは時に一方通行なんだろう。やっぱりソラ君は恋愛に関しては疎いようだな。あれはお妙さんの愛情表現なのさ。恥ずかしくて本当の気持ちが伝えられないことってあるだろう。お妙さんは照れてるだけだ。その気持ちを男が汲んでやらないでどうする。ああ、そうだったな。まあでもこれで隠密のノウハウは分かっただろう。俺からの講義もこれで終わりだ。午後もこの調子で頑張れよ。それじゃ、1日単位卒業の証としてこれをやろう。
入隊記念の片栗粉缶バッジだ。これがある限りお前は新選組の隊員だ。どけどけ、ちょっとそこどいてくれ。待て、ああよろず屋のところの空くんか。事情を話すと長くなるけど、早い話スイカ割りをしてるんだ。話したいのは山々だけど、早く追わないと誰かに先割られちゃうんだ。じゃあまたね。よう、空、探し物かい？なんで、もうそのこと嗅ぎつけたってのかい？なかなか情報通だな。そうだな、俺を手伝うってんなら、すべて教えてやってもいいぜ。文字通りスイカ割りさ、この棒でスイカの被り物をした近藤さんの頭をかち割りゃいい。後でゆっくり教えてやるよ。それじゃ、行くぜ。おたえさんとこの道場から帰ってくるときは大抵このルートだからな。さっきのスイカ男、まぬけだったある。なあ、サドハル？おう、ソラッチ、こんなところで何してるある？野球の練習あるか？おい、今スイカ男って言ったな。どこで見たんで？なんかうぜえもんがついてんな。それが人に物聞く態度か。お上に物聞かれたときは素直に答えた方が身のためだぜ。はっ、やれるもんならやってみやがれ、このクソ虫野郎。てめえらの言いなりにはなんねえある。